今回は、深夜にスープを作っていたら親が泣き始めたと訴える一致のお話です。まずは一本目。視聴者の皆様、こんにちは。今回は、何なの？中華スープ作ってる私を見て親が泣き始めた、と嘆く一致のお話です。それでは早速、ご覧ください。真夜中に中華スープを作っていたら親に泣かれてしまいました。なんでそうなるのかわかりません。どなたか教えてください。夜食を作っていたってことかしら？それで泣かれるって。あ、もしかして家族の誰かの食材を使ったとか？それならあり得るよな。食い物の恨みは恐ろしいもんだぜ。そうよねー。一つだけ自分のために取っておいたとっときのプリンを旦那がいつの間にか食べてしまった時は怒りを通り越して泣いたわ。ん？でも、中華スープだろ？そこまでのことになるか？そうなんです。別に特別な中華スープの素を使ったわけじゃないですよ。よくスーパーで見かける赤い缶のやつです。それじゃわからないわね。とりあえずもう少し状況が知りたいから一致の家族のこととか教えてくれないかな。だよな。家の問題を解くにはまず家族を知らないと。わかりました。私は現在は家事手伝いをしながら婚活をしている33歳の女子です。33歳の女子。なあ、それって女子って言っていい年齢なのか？うるさいですね。女はいつまでも女子なんです。え、仕事はしてないの？はい。婚活に力を入れようと思ってそれまでしていたバイトも辞めて婚活一本に絞ることにしました。私、結構家庭的なんですよ。だから将来は専業主婦になるのが一番だと思うんです。将来、って言ってももう33歳だろ。まだ33歳ですよ。今の世の中、結婚するにはごく普通の年齢ですって。まあそれはいいんだけど。ご両親はそれを応援してくれているの？どうなんでしょう？一応家事も料理に関してだけは母から任されもするくらいですが、美味しいものを食べるのが好きなので、味付けには自信があるんです。なるほど、少なくとも飯まずとは無縁ってことか。それは大事よね。毎日の食事がまずいのは致命的だもの。実家で料理任されるなら結構な腕ってことだな。ちなみに今実家では誰が暮らしているの？今は両親と私だけです。3歳下の弟がいるんですが、隣の県の食品関係の会社で働いてます。隣の県ってことは、一人暮らしなのね。弟さんも家事はできるの？たまにしか来ないんですが、あまり見たことはないですね。でも帰ってくると色々持ってくるのでその点だけはありがたい弟ですよ。ただありがたいことはありがたいんですが、帰ってくるといつも何かうちの空気が悪くなるんですよね。兄弟仲が良くないの？そうですね。弟は昔からよくできる子でしたから。それに対して私はごくごく普通で。それで空気が？どうして？いや、だってやっぱりいつも家族からも親戚からも言われてきたんですよ。弟くんはよくできるし女の子にもモテるけどお姉さんはねえ、って。まあ、兄弟を比較していろいろ言うのはあまり良くないな。そうですよ。その上、私は就職活動にことごとく失敗したのに、弟はもう理系の大学から学校のゼミの教授推薦で食品産業に入ったんですよ。私にはそんな話、一度も来たことがないのに。ちなみに一致も理系なのか？違いますよ。私の専攻は文系です。日本史が好きだったので、史学科にいました。なのでもっぱら趣味は歴史ドラマツッコミです。そりゃまず無理だな。文系でもその分野は潰しが効かないからな。そりゃ私だってそんなことはわかってますよ。文系の中でも実生活には役立たないしましてや就職には。それでも私なりに勉強を頑張ってきたとしてもこの差ですよ。努力って一体何？って気になりませんか？まあ、それを言い出すと文系と理系の差とか、即戦力の学問とかそうでないものの話になるから今は置いておこうぜ。だいたいそもそも話は中華スープだろ？そうよね。考えてみれば、一致はどうして夜中に中華スープを作ろうなんて思ったの？夜食？そのあたりは少し話すと長くなるんですが。長くて OK。やっぱりそこ重要だからな。夜中に作っていたって、一致は夜型なのか？そうですね。やっぱりどうしてもずっと家にいると活動時間がどんどんずれ込むことはありますね。婚活してるんじゃなかったの？それは話があった時です。マッチングアプリとか婚活サイトでお呼びがかかったら出ていきますけど、それ以外は大体家にいますから。家事は料理だけ？買い出しとかは？掃除洗濯とかはどうなんだ？もしかして母親任せとか？失礼ですね。自分の分はしてますよ。掃除だって自分の部屋とキッチンはしてます。
だいたい買い出しは行きたいのに、母がさせてくれないんですよ。あんたが買い出しに行くと余分なものばかり買ってくるって。余分なもの？私からすれば余分じゃないですよ。やっぱりできるだけ美味しいものを作りたいじゃないですか。だからスーパーだけでなく専門店も回ったりするんですよ。それもまた楽しいんですよね。あと市場とか。へえ、市場あるんだ、一地の方は。あるんですよ。だからそこで新鮮な魚とか、入ったばかりの野菜とか、あと専門の店とかずらりと並んでいつも目移りがするんですよね。で、気がつくと結構買い物していて。そりゃ日常がそれだと家計を預かる身からすれば困るでしょうね。普段の食事なんて、あるものでどれだけ作れるかが勝負なんだから。そんなこと言っても、今日は良いものが入ったとか言われたらつい買ってしまうじゃないですか。そこんとこはな、市場ない地方の俺らにはわからんよ。それにあったとしても、お財布と相談してなんとかするのが主婦の知恵だしね。そんなこと言いましてもね、それに時々帰ってくる弟のせいで、美味しい材料にまた目覚めてしまって。弟さんが材料持ってくるって言ってたものね。ああ、食品系って言ってたな。そうなんです。この週末、弟がまた帰ってきたんですよ。今回もまた、いろいろ持ってきたんですね。へえ、それは楽しそう。楽しくないですよ。だってそういう日の食事って、母が私が作るって張り切ってしまって。なんだ、イッチが作るんじゃないんだ。手を出させてくれないんですよ。まあ仕方ないですがね。弟も、母の手料理食べたくて帰ってきてるようなものですし。ああ、それは仕方ないな。生まれ育った味ってのはどうしても染みついているし。それだけならいいんですけど、4人揃って囲む食卓が私にとってはもうしんどくてしんどくて。なんで？せっかく揃ったんでしょ？だって目の前にはこの日はとばかりに母が買い出しして弟のために弟の好きなメニュー作ってるんですよ。私にはそんなことしてくれないのに。いや、イッチは自分で作ればいいだろ。母に作ってもらうことに意味があるんですよ。だから弟が美味しい、とかさすが母さん、とか言うたびに私は何かムカムカしてきて、さすが食品メーカーにお勤めの方の舌は違いますよね、とかまあついぼやいてしまうんです。そうすると弟が言うんですよ。だったら姉ちゃんも食品関係に勤めればよかったじゃないか。ここいらにはお菓子工場とかもあるだろ？つか、缶詰工場もあるじゃないか。って、自分は開発にいるからって偉そうに。母親の料理めぐって喧嘩って子供かよ。工場、ああ、海産物市場があるようなとこだから缶詰工場もあるのね。いいじゃない、そういうところに勤めれば。嫌ですよ、食べるのは好きですけど、工場での加工がどれだけしんどいか知ってます？そりゃあ工場だしな。でも一地は普通に就職ができなかったんだろ？そんな襟好みできるような立場じゃないと思うけどな。だ、から、今婚活しているんじゃないですか。両親だって知らないうちにバイトを辞めたことで最近視線が冷たいんですよね。それで弟の肩持って母までが。別に働いていても婚活はできるでしょ。ですよ。お母さん、ものすごく真っ当なこと言ってるわよね。そうそう。今時の婚活は無職は厳しいぞ。そんなことないですよ。ちゃんとそれなりにデートの申し込みは来ます。でもなかなか次に繋がらないんだろ。うるさいですね。弟も何かそういうことを言ってくるんですよ。しかもあいつ、何でも彼女を紹介したいから親戚も集めてどうとか、そういう話もしだして、しかも両親もその話を前々から聞いていたらしくて、私だけがもう蚊帳の外ですよ。一致より先に結婚話が出てるってことか。そうよねー。どっちかというと結婚相手って半径何メートルの間で見つかるものっていうものね。うちも職場で知り合ったな。私は結婚する気ないけど、やっぱり職場とかお得意先とかいろんな関係で見つける人多いしな。やっぱり仕事辞めたのまずいんじゃね？バイトの職場なんて中年のおばさんばかりで、何の出会いもなかったですよ。それにバイト先で出会う人なんて、経済的にろくな人じゃないし。それ一致自身のこと言ってるだろ。そうだよな。男だって結婚相手にある程度の収入があるのが今の世の中だと思うがな。まったく、本当になんでここの人たちまで弟と同じようなこと言うんですか。ああ、また腹が立ってきた。ああ、そう、私、腹が立ったからスープを作ったんですよ。いきなり飛ぶな。本題に。そうよね。そもそもスープの話だったわ。スープのベースは普通に売ってる赤い缶のスープの素なんですよ。常備してますからね。で、あとは肉と野菜と卵なんですよ。ただこの肉と野菜と卵とその他、が問題でして。さっきも書きましたけど、
弟が今回随分たくさん持ってきたんです。肉と野菜と卵とその他。中華ってことは、キクラゲとかそういうものも持ってきたってことかしら。肉と野菜と卵だったら同じ煮込みでもシチューにするってのもあるんだし。まあいろいろですよ。ともかく今回弟は親戚たちに自分の仕事のことと、あとこの野菜が彼女の実家のものだからとか、彼女の実家がこういうものを取り揃えているからどうか、とか、肉は鳥なんですけど、これが食品系のルート使ってまだあまり知られてないけど評判のいい地鶏とか、むっちゃいい材料揃えて持ってきたんです。それでやってくる親戚たちにお土産として持って帰ってもらおうとしてたんですよ。良い子ぶっちゃって。いやそこは良い子とかの問題じゃないだろ。だから私、その材料を全部使ってスープを大鍋に作ったんです。ほら、あるでしょう？ラーメン屋のスープ作るような寸胴鍋。え、あれがあるの？珍しい、ちょっと羨ましいわ。あるんですよ。うち結構、カレーとかシチューは母親のそれがものすごく美味しかったから作り置きすることが多くて、その時にせっかくだから、って寸胴鍋買って使ってたんです。これがまた、ベースになるからスープ作るのにもいいんですよね。だけど最近それをすると、わざわざそのためだけにどれだけ鶏ガラ買い出しに行ってるのとか、あの鍋使うと邪魔でもう一つのコンロが使えないとか母がまたうるさくてあまりできなかったんですよ。なのに、ですよ。上等な材料をちゃんと入れて、深夜にのんびり作る本格的中華スープ、キッチンの椅子に座ってスマホのゲームしながらゆっくりゆっくり煮込むこの楽しさ。とろ火でグツグツ、は確か2時間もかかるでしょうけど、真夜中にねー。そりゃいい匂いが家の中に漂っただろうな。多分そうだったんでしょうねー。母が起きてきて、私のところに詰め寄ったんですよ。それでスープを煮込んでいるまではともかく、ゴミ箱に突っ込んだ袋を見て察したようですね。それで母は唖然として、あんた何やってんの？って叫んだんですよ。だから見てわからないのかって言い返して。そりゃまあ、大騒ぎの予感だな。そうなんですよ。何やってんだって言うからスープを作っているって答えましたよ。せっかくいい材料があるんだからって。そうしたら母がいきなりバシーンって私の方を打ったんです。そしてその場に膝から崩れ落ちてうって何か息を詰めて泣き出して、何そんなに泣いてんの、と聞いたら、あんたねえ、アスクル親戚たちに弟がせっかく分けようとしてたものをどうしてくれるの。でもう涙声で、そんなこと知りませんよ。うわそいつは最低だな。っていうか、それ当てつけだよな。あ、やっぱりそう見えます？ということはやっぱり当てつけかよ。それでも泣くまでとは思わなかったんですよね。だっていくら良い食材でも、なんで親戚に分けるのか意味わからないし、母もしばらく泣いてたんですが、さすがにもう煮込んでしまったものは仕方ないと寝室に引っ込んでしまって、私はこうしてスレを立てたわけです。それにしてもいい香りですよ。やっぱり材料がいいと違いますね。あ、何か弟が起きてきたようです。ちょっと離れますね。おう、何が起きるか知らんが。一応欲しておくか。いつ戻ってくるかな？食べ物の恨みはやっぱり怖いから結構かかるかもな。こうして夜中の報告者は不穏な空気を残しつつ一旦スレを離れました。そして再び報告者がこのスレに戻ってきたのはそれから1ヶ月後のことでした。こんばんは。ご無沙汰してました。誰かまだいますか？もうずっと雑談ばかりになっている。って、上でしりとりとかしてるし。お、もしかしてイッチか？おかえり、一応欲してたぜ。ありがとうございます。正直このスレ残ってると思わなかったです。何か最後、弟さんが呼んでるって嵐の予感がしたから、結構長引くかなー、と思ったのよね。実際長引きまして、やっといろいろ肩がついたというかなんというか。ほう、中華スープの出来はどうだったんだ？それはもう恐ろしくいい出来で。親戚が来た時に振る舞ってしまいましたよ。まあ、その時に私、家を出るように言われてしまったんですがね。つまり翌日か何かに親戚の集まりが家であったと。そのあたり詳しく説明を頼む。1ヶ月も待ったんだからね。何が一致の身に起きたか気になるわよね。そうですね。まずはまあ、その晩あれからすぐに弟が起きてきて、自分の持ってきた食料が使い尽くされたことに怒り心頭。そりゃそうだろな。弟は要するに翌日、親戚とか集まった席で彼女と結婚するって報告をするつもりだったんですよ。相手の彼女の実家は農家なんですが、今回のはそこで作ってる野菜だったんですね。しかもその野菜、あんまり店頭に並んでないもので、買うのに結構苦労するっていうもので。あと高級食材もですよ。野菜の高級食材？ユリ根とかあるじゃない。
一つを収穫するのに時間がかかるとか選別基準が厳しいとか。ああ、料亭で出る系の普段は縁のないやつ。そう、そういうやつなんですよ。それで彼女がその食材を使って、あちこちから来るうちの親戚にご馳走することになってたんです。単にお土産だけでなく。もともとうちは弟が食品系行ったり、私も料理好きで、母もうまいんですが、まあそもそも母の実家方面が和洋中何かしらのレストランとかやってるんです。だから弟は彼女の家の食材をそこに売り込みたいとも思っていたんですね。それがなんてことでしょう。私がそれをすべて一つの鍋に放り込んでしまったので、彼らの計画はおじゃんになってしまったと。ひってぇ。なんてかわいそうな弟さん。ところがその翌日来た彼女は予定と全く変わってしまったことに全く動じず、スープを口にして美味しいですよ。太っ腹だな。大物だわ、彼女さん。それで彼女は野菜が生きたスープですって危機として出して親戚たちにご馳走したわけですよ。そうしたらまた番狂わせで、親戚たちも料理人だから素材の味もちゃんとわかるんですよね。野菜の味の良さは十分わかった上でそこで誰がこれ作ったんだ。ってことになって私が仕方なく出たんですが、そこで大目玉。そこで？そこでなのか？ええ。十分うまい野菜なのになんでこの調理法なんだってもう雷を落とされまして。確かにスープの味はいいんだがそれでもこの素材には失礼だと。まあ当然だろうな。当てつけのように作ったんだろ。正直スープというより、一致の中ではごった煮だったんじゃねえ。否定はしないです。だから余計にもうおじもおじも、口々にこの鶏肉をこんな風に煮込むなんて、とかキクラゲの使い方が、とか、もうダメ出しされまくりでしたよ。そこでそれを見ていた母がこう言い出したんです。兄さんたち、よかったらこの子をしばらく使ってやってくれませんか？今は仕事も何もしていませんので何をやらせてもいいですから。で、私も、全力で抵抗しましたよ。でもダメだったんだ。ダメでしたよ。もう母が前日のその日でド発展で。婚活婚活って言ってバイトも辞めて無駄飯くらいで毎日毎日、いい加減自活しなさい。今のご時世、働いていてちゃんと収入がある方が結婚もできるって母さんちゃんと調べたんだからね。正論、と正論。それで結局今は人手の足りないイタリアン中心のおじの店へ連れて行かれて、その近くに安いアパートを借りさせられてもう毎日毎日ひたすら大量の玉ねぎ刻んだりパスタ茹でたりしてますよ。おお、就職できたじゃん。やっぱりこういうタイプは強引にでも追い出して何か仕事に就かせた方がいいんだろうな。ちなみに弟さんとその彼女さんはその後どうなったの？そっちは順調に結婚式の話を進めてますよ。ああ羨ましい。向こうのご両親とも顔合わせをして、野菜の取り扱いの話もして、まあ実に和やかなムードで。なんで弟ばっかり何もかもうまくいくんだって今更のように肉肉しさがまたふつふつと湧いてくるんですけど。まあさ、一致が昔から比べられてきたってのは同情できるけどさ、それでも今家でブラブラしてたってのは一致自身のせいだろ？そうよねー。就職活動失敗した後にも別に新卒就職でなくてもなんとでもなったでしょうに。だよな、そこは一致自身の責任だろ。それでずっと家で飯食わせてもらってダメなら結婚で帰省しようってんじゃまあ今の時代に甘いねー。そんなこと言ったって子供の頃からの根深い思いってのはそう簡単に消えないんですよ。そうだいっそ結婚式をめちゃくちゃにするって手もある。おいやめろ、そういうことはいい加減。冗談ですよ、そこまではしません。でも本当にずっとイライラするんですよね。弟がこのまま幸せになるってのに、一体どうすればいいんですかね。だから今はもう、おじさんの店でひたすら玉ねぎ切ってパスタ茹でるのが一番でしょ。厨房仕事ってのは結構な運動量だからな。痩せるかもな。それに料理もうまくなるぞ。わあ、仕方ないですね。立ち仕事で足がむくみそうですが、とりあえずやるしかないですか。そうそう、それでイタリアンを極めればいいのよ。婚活もそれからだよな。板飯には自信がありますって胸張って言えたらそれはそれで武器になるからな。そうですね。どうせ今となってはどこにも行けないんですし、まあもう少しなんとかしてみます。実家にもしばらくは戻れないんだし。まあ、頑張れ。ピザ回しも覚えるくらいにな。こうして弟への鬱屈した感情からせっかくの材料を一気に中華スープにした報告者は、今後は厨房仕事で一生懸命励む羽目になるのでした。皆さんは今回の報告者についてどう思いますか？コメント欄にぜひよろしくお願いします。続いては、中途採用の新人を教育したらいきなり逮捕されたと訴える一致のお話です。では2本目どうぞ。視聴者の皆様、こんにちは。
今回は、2個年下の後輩が幸せ自慢してる自分は貧乏な思いをしているのに、ずるい。そう訴えるエッチのお話です。それでは早速、ご覧ください。突然なんですけど、自分の方が幸せだ。っていう自慢をしてくる人どう思いますか？内容にもよるけど、自分が辛い時にされると嫌かも。主張が強いと避けてしまうかな。自慢自体があんまり好きじゃないし。幸せ自慢されたの？そうなんです。私の職場に中途採用で入ってきた、2個年下の女性がいまして、とにかく自分の幸せを皆にアピールしまくるんです。私は、生きていくために必死に働いているのに、その子は別に仕事をする必要もないみたいで、雑談しているかと思えばいつも、家族の写真を出してきて自慢をしているんです。一生懸命働く人の前で、自分の幸せを見せつけていることが信じられません。なるほど。その子は、お嬢様か何かなのかな。いえ、そういう境遇ではないようです。経歴はエリートの大学を出ていて、その後も安泰な生活を送っているみたいですけど。へえ、経歴を花にかけているって感じなのかな。そんな感じです。いかにも私エリートですって態度なんですよね。それにいつもキラキラしたものを身につけてくるんです。会社は働くところなのに。見た目でもマウントを取ってくる人ね。気にしないのが一番だよ。わかっているつもりなんです。でも、自分の環境と比べてしまって、うまく言えない感情が湧き上がってくるんです。劣等感ってやつかな。誰にだってある感情なんだから、自分を責めるなよ。優しい言葉を、ありがとうございます。私が仕事を辞めることもできないし、その子が辞めるのを待ってもいつになるかわからない。このモヤモヤした気持ち、どうしたらいいと思いますか？幸せ自慢をしてくるその子のことは、はっきり言って嫌いなんです。そんなにはっきり嫌いって言えるまで、追い詰められているのか。みんなで考えれば、何か良い解決方法が見つかるかもしれない。よかったらその子が入ってきてからの状況とか、会社のことを教えてくれるかな？わかりました。憂さ晴らしに付き合っていただき、ありがとうございます。苛立ちを抑えることができない様子のイッチ。この後スレは、イッチの父っぷりに驚愕するのでした。まずは私の自己紹介からしますね。私は38歳会社員のイッチです。子供と夫との3人家族です。本当は夫の稼ぎだけで生活をしたいんですけど、そこまで収入が多いわけではないので諦めています。専業主婦になることには憧れているんですけどね。辞めることができないのが現状ってやつです。平日のママ友とのランチとか、韓流ドラマをゆっくり見たいっていうのが夢です。あとは、ガーデニングをして過ごす昼間の時間も。ですが、所詮夢は夢のまま終わりそうです。専業主婦ってそんなに気楽なのかな？って思っちゃったけど、気にしないでくれ。私の友達にも専業主婦の子が何人かいますが、SNS もいつもキラキラしていて幸せそうですよ。まあ、皆大手企業に勤める旦那さんや、家がお金持ちだったりするんですけどね。そうなんだ。憧れを持つのは個人の自由だからね。イッチはそんな生活に憧れているんだね。すごく憧れています。でも、辞めることができない現実の中、必死に頑張っていたのに、その子が現れたんです。キラキラした見た目で、すぐに嫌だと思いました。中途採用されたっていう、幸せ自慢をするに越したの子ね。そうです。その子、A 子は有名な大学を出ているらしく、中途採用なのに、即戦力として働いていたんです。私の方が先輩なのに、評価の上がるような仕事は全部持っていかれてしまうし。子供もいるらしいんですけど、出産後は子育てに専念するために辞めたらしいんです。私は子供が生まれても、早く育休を切り上げて働いたっていうのに。私だって、育児に専念したかったですよ。それなのに今更子供が大きくなったからって理由で、社会復帰をすること自体が嫌味だと思いませんか？そういう人、実際結構いるからね。嫌味じゃなくて、子供との時間を優先しただけじゃない？育児が一段落したら社会復帰するのも、よく聞く話ではあるよな。そうかもしれませんが、子育てをしているはずなのに服装が奇抜なんです。ブランド物をさりげなく取り入れていたり、スタイルの良さを強調する服を着たり、私服で出勤するのが OK な会社ですけど、そこまでおしゃれする必要ないですよね。私服がいいんなら、問題ないんじゃないか？奇抜ってどんな風に奇抜なんだ？ブランド物をワンポイントで入れてくるんです。わざわざ金持ち自慢をするんですよ。プチプラしか買えない私への当てつけですよね。あなたにはこんな服、買えないでしょうっていう。それはちょっと考えすぎな気がする。ワンポイントで入れるのっておしゃれだね。A子さん、イッチに見せつけるために、わざわざそんな服装をしてるんじゃないと思うよ。わざとです、絶対に。だって、デスクが隣なんですよ。お肌もいつも綺麗に整っているし、化粧だって毎日完璧にしてきて、仕事が早いっていうアピールもしてくるんです。スタイルが良いとか、容姿端麗だとか騒がれて、いつも男の社員に囲まれているし、
私だって子育てをしながら仕事をしてるんです。なのに、何なんですか、この格差は。惨めになるんですよね。隣で幸せアピールしたり、ちやほやされていると。つまり、嫉妬をしているんだな、エッチは。自分にはないものを持っている A 子さんに対して。嫉妬ではありません。だって、私はこんなにも頑張っているんですから。中途採用されて入ってきたのに、目立ちすぎなんですよ。男たちも、ちょっと綺麗で仕事ができるからって、急にチヤホヤしちゃって恥ずかしくないんですかね。私なら母親なんだし、もっと場をわきまえた見た目を気にかけますがね。聞く限り、幸せアピールされているというか、勝手に自分と比べて切なくなってるだけに思う。比べる必要はないと思ってます。だって、私の方が人生先輩なんですから。でも、調子に乗ってると思うから、少し懲らしめてあげたんです。懲らしめたって、何をしたの？人生の先輩だとか言っておきながら、急に矛盾が生じてるけど。そんなに大げさに捉えないでくださいよ。ただ、Excel のデータを消しただけですから。ちゃんとした嫌がらせだよそれ。こんな先輩は嫌だ。でも、バックアップを取ってたみたいで、残ってたんですよ。本当に腹が立ちますよね。人を信用してないのかって。どの口が言っているんだ。消しているじゃないか、信用のかけらもないわ。大丈夫ですよ。また作り直せば良いんですから。そんなに荒立てないでください。大丈夫じゃないよ。どんなデータだったのかは知らないけど、一致なら消されたデータもう一回作ろうと思う？思うわけないじゃないですか。頑張って作ったデータ消されたら、消した人に責任を持って作り直してもらいます。特大ブーメランだ。大丈夫か？怪我してないか？かなり大きな言葉のブーメラン返ってきたぞ。何を言っているんですか？ブーメランなんて、どこにも見当たりませんよ。通じないのか。一致は冗談とか理解できないタイプの人。ということが判明した瞬間だった。さっきから何を言っているんですか。私は冗談も通じる面白い人なんですよ。でも A 子、かなりずぶといんです。自分で面白い人だって言ってるよ。まだ何かしたの？本当に小さなことですよ。カバンの中に入ってるガムとかフリスク、キャンディーを見てない隙にゴミ箱に捨てました。きっとなくなってることに困るだろうなと思って。それなのに、思ってた反応とは違ったんですよね。買ったばかりのキャンディー、確かにカバンに入れたはずなのになくなりました。A 子がそう言って探し始めると、他の同僚たちが自分のをどうぞって助けるんです。どう考えても、計算ですよね。周りからいつも助けてもらってばかりで、いい子ちゃんを演じようとしているのがバレバレです。一致は悪女の中の悪女だな。私が悪女？そんなわけないじゃないですか。わらだって、身の程を教えてあげようとしてるだけですよ。自分は恵まれている。人によくしてもらえる。家庭だって円満だってアピールをしている A 子の方が、私なんかよりもよっぽどたちが悪いじゃないですか。人のカバンの中勝手に漁っておいて、何を言ってやがりますか。やっぱり一致は悪女を極めている。私はカバンの中にお菓子なんて入れる余裕すらないのに。いや、知らない。ヒステリックになったかと思ったら、しょんぼりしてるわら状況が不安定だね、イッチ。幸せ自慢だと言っていたのは、イッチの被害妄想だったということが分かったスレタミ。これからさらに、イッチはスレタミを驚かす行動に出るのです。数日後。皆さんお疲れ様です。また腹が立つことがあったので、私の話を聞いてほしいです。お疲れ様。また A 子さんのことか？それなら、一致の考え方を変えたら解決するよ。こればかりは無理だったんですよ。昨日先に帰った A 子が、小さなポーチを忘れていたんです。まさか一致、開けてないよな。中身が気になったので開けました。なんでいつも開けるの？わら常識とかモラルがあったら、開けないのよ普通は。わら。モラルとか関係ないです。大事なものだったら、すぐに届けないといけないじゃないですか。ごもっともなんだろうけど、なぜか一致が言うと腑に落ちない自分がいる。開けた理由が素直に嫌がらせをしたいだけだからな。私ってそんなに信用ないですか？まあいいですけど。それでその話の続きなんですが、中に入ってたのが高級なリップだったんですよ。別に良くない？良くないんです。だってそのリップは、私が前から欲しかったやつなんです。知っているはずなのに、買えないことを知ってて買ってたことが許せなくて。偶然じゃないの？先に A 子さんが持っていたのかもしれないよ。だから私、あんまりにも腹が立ったから、ポーチごと持って帰って捨てたんです。ズタズタに破いてから捨てたので、気持ちがすっきりしました。こっちは気分最悪だよ。人として終わっている。だって仕方がないじゃないですか。私は専業主婦にもなれず、子供との時間だって仕事に捧げたんです。そして今は自分のことに使うお金もない、おしゃれとは無縁の生活を送る中で、いつもキラキラしてる A 子が入ってきたんですよ。仕事の上司としても、人生の先輩としても指導してあげないとでしょう？何を指導するつもりなの？
学ぶことは山のようにあっても、教える立場になることはないと思うんだけど。嫌がらせを受けるということは、自分に非があるということを教えてあげるんです。社会の厳しさを体当たりで教えてくれる先輩、私くらいじゃないですか？自分のしていることの醜さから目を背けるんじゃない日があるわけないじゃないか。勝手に持ち物捨てられた、A子さんの気持ちにもなってやれよ。捨てられて当然です。幸せなんだったら、また買えばいいだけの話。それができる余裕があるんだから、あんなに小さなポーチなくても平気でしょう。他に何か入ってなかったか？リップだけ入れてたわけじゃないだろう？そういえば、指輪が入ってた気がします。でも結婚指輪や婚約指輪にしては、A子が持つには質素な見た目でした。だからきっと、そんなに大事なものではありません。それも捨てたの？ポーチ自体を捨てたので、もちろん捨てましたよ。大事にならなければいいな。もう俺たちの中では大問題なんだけどな。私が悪いんですか？どうして誰も私のことを理解してくれないんですか？私はこんなに毎日努力しているのに、急に現れた A 子に人生狂わされてるんですよ。ちょっと顔やスタイルがいいからって、最初から恵まれている人には腹が立つじゃないですか。どうせ顔だけで転職もできて、男にも困らなかったんでしょうからね。こんな不平等の中頑張る私を、褒めようとは思ってくれないんですか？不平等って思ったらそこで終わりなんだよ。平等なんてこの世には存在しないからさ。いくらそうやって嘆いてても、現状は変わらないよね。だからこうして現状を変えようと、いろいろしているじゃないですか。データ消したり、カバンとか忘れ物漁って、中身捨てたりしてること？いってそれ、犯罪だからね。いいことではないのよ。ついに犯罪者扱いされてるのは面白い。想像力が豊かなんですね。わらもういいですよ。私、何も間違えたことはしていないので。開き直っちゃったわらなんか俺たちが悪いみたいになってるけど、実際ここに相談に来るべきなのは A 子さんなんだよな。それなわらどうして加害者が被害者になって相談してるんだわら。エッチはもっと自分を見直した方がいいわら。もういいです。ここまで言われて、これ以上ここにいたくありません。さようなら。さようならエッチ。自分の行動を顧みることができないエッチ。スレミンたちの言葉に耳を傾けることもなく、自分が被害者だと言い張ったのでした。そして理解をしてくれないスレミンに腹を立て、スレから去っていったのです。それから数週間後。お久しぶりです、イッチです。あれから色々ありまして、警察が家に来ました。気分が落ち込んでいるので話を聞いてください。久しぶりだな、イッチ。忘れた頃にとんでもない発言で登場したな。私が捨てた A 子のポーチを覚えていますか？高級なリップが入っていて許せなかったっていう。もちろん覚えているさ。衝撃的な出来事だったからな。実は、あのポーチに入っていた指輪、婚約指輪だったみたいなんです。それで、ポーチがなくなったことを相談したみたいで、防犯カメラに私が映っていたんです。それだけじゃなくて、カバンを漁るところまで。自業自得だね。そしてやっぱり大事な指輪だったんだ。怒った旦那さんが、それを警察に出したみたいで、事実確認と指輪の押収で家に来たんですよ。でももう指輪は捨ててしまったし、どうしようってパニックになっちゃって。幸いなことに、ゴミ捨て場で光る指輪をカラスが突っついていたらしくて、それを大家さんが保護してくれていたみたいなんです。大事なものに違いないと思ったからと言っていました。カラスと大家さんのファインプレイだな。今となればありがたいハプニングなんですけど、それを聞いた時はちょっと引いてしまいました。人の家のゴミを漁ったのかなって思って。人のカバン漁る人がよく言えるね。それで一件落着かと思ったんですけど、窃盗の罪に問われてしまったんですよ私。厳重注意で逮捕は逃れることができたんですけど、A 子の旦那さんが私に対して大激怒をしていて、警察も一度や二度のことではないだろうと言って、身辺調査までされて、本当に最悪でした。子供だっているのに、同じ親なら配慮してくれても良いと思うんです。急に警察が家にやってきて、家の中を調べるなんて、子供は怖いですよ。夫に抱きついて離れない子供を置いて、聞き取りのために警察に連れて行かれた私。正直とても心が辛かったです。犯罪を犯したみたいに扱われて、ひどいです。近所にもパトカーが来ていたから、すぐに噂が広まって肩身狭い思いをしたんです。婚約指輪ごときで騒いで、恥ずかしいと思わないのかなって情けなかったですよ。お金があるんなら、また新しいのを買えばよくないですか？そういうことじゃないんだよ。婚約指輪って、値段じゃないから。思いがこもってる、大事なものなんだから。新しく買えばいいだなんて、言わないでほしい。私はもらえなかったんですよ。結婚指輪だけで、婚約指輪はありません。だからなんなんだって話。幸せ自慢に嫌気がさすって言ってけど、一致は不幸自慢しかしてないぞ。もっと立ちが悪い。もっと話を聞いてもらいたいところなのですが、また警察に行かなければいけなくなりました。皆さん今度こそ、さようなら。
再びスレに姿を現したエッチでしたが、警察沙汰にまでことが進展していたようです。相変わらず改心する様子のないエッチに、スレミンは呆れることしかできませんでした。そしてその後スレミン B が、エッチの知り合いだったことが判明するのです。あのさ、エッチのことニュースで流れてるんだけど、多分俺知ってる奴だわ。笑いの子供とエッチの子供、同じ小学校の同級生だ。嫁が土日のママ友会に行ってるんだけど、知ってたぞわら。え？こんなことってあるの？わら。詳しく教えてほしいわら。嫁から聞いた話なんだけどさ。今日の会費、一人1000円お願いします。あの、私今月お給料が少なくて、出せません。どういうことですか？会費が払えないのを分かっていて、お食事会に参加したんですか？はい。だって、私がいないとまとまりませんよね。私、こういう場では引っ張っていくタイプなので。それに盛り上げるのも得意でしょう？私がいないママ友会なんて、質素じゃないですか。会費って言っても、こんな安いお店でのランチ代ですよね。私ここまで来るのに車で20分もかかったんです。ガソリン代と思って、みんなで払ってください。何を言ってるんですか？平等にもらいます。来てくださいとは頼んでいませんし、来ると言ったのはエッチじゃないですか。皆さん、専業主婦の方もいらっしゃいますよね。家はお金に余裕がないので、共働きです。この意味がわかりますか？つまり、私は頑張っているんです。生きるために、必死に。皆さんみたいに髪の毛をきれいにしたり、高い服を着ることもできない。惨めだとは思いませんか？ここの会費くらい、出してあげたいとは思いませんか？思いません。それに、この間私の車で送り迎えをした時、車に積んでいたおもちゃを取って帰りましたよね。そうでしたっけ？事実だとしても、おもちゃの一つくらいで騒がないでくれますか？使っていないと思ったから、ゴミになるのももったいないと思ってもらったんです。善意でしたことをそんな風に言われてしまうと、これからの関係悪くなりますよ。安心してください。もう関わることはありませんから。いいんですか？私がいないママ友会は楽しくないと思いますよ。いない方が楽しいので安心してください。誘われても二度と来ませんから。皆さんも、寂しくなりますけどごめんなさいね。こんなに思いやりのない人たちの集まりだなんて、気がつきませんでした。という出来事があったみたいなんだ。イッチ、まだ今回の方がおとなしかったんじゃない？してることは相変わらず非道だけど、よく結婚できたよね。確かに。どんな旦那さんなのか気になる。イッチのママ友会でのエピソードに驚くスレミン。これからスレミン B により、その後のイッチについて語られるのです。旦那さんとは離婚したみたいだぞ。子供も旦那さんが実家に連れて帰ったらしい。子供だけは連れて行かないでよ。私を一人にするつもりなの？この白状者誰のせいでこうなったと思ってるの？って叫んでたみたいだ。誰のせいでって、イッチのせいだよね。わらでも子供は旦那さんが引き取ってくれて安心だね。教育にも悪影響だろうし。確かに、いい影響はないだろうな。わら、仕事も辞めないといけなくなったみたいで、一気に仕事も家庭も失ったそうだ。今はパート掛け持ちして朝から晩まで働いてるってさ。自業自得だよね。人のことばかり羨ましがった罰だよ。ひどいことたくさんしてきたからな。これでさすがに改心すると信じよう。以上のように、嫉妬して悪質な行為を働いたエッチは、仕事も家庭も、一気に失ってしまいました。そしてスレミンの元からも、改心することなく去ったのです。結果、今は苦しい生活を送っているようですね。皆さんは今回の報告者について、どう思いましたか？ぜひコメントで教えてください。